はい、土井パフォーマンスです。今日ボンドカーズ東京に来ております。今回はボンドカーズ東京でご制約いただいたお車を今日お客様のもとへお届けするということなんで、ちょっとそれに同行してその様子をお届けしたいと思います。果たしてどんな車がどのようにしてお客様のもとへ届くのでしょうか。行ってまいります。で、今回同行させていただくボンドカーズ東京店長、おなじみ土方さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらちょっと、はい、今日ご納車させていただく、はい、お客様のもとへお届けするお車、はい、簡単でいいんでちょっと、はい、ご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、車は AMG の C63 クーペで、はい、ボンドグループがオートサロンに出すために、仕入れをして、はい、マンソリーのカーボンのエアロキット組んだ、はい、っていうお車です。オートサロン用に作ったお車ですね、うん、そうですね、はい、あとホイールはバッチリ決まった、はい、アナーキー、アメタンアナーキーですね。そうです、はい、でボンド東京一押しです。ボンド東京一押しのお車です。はい、はい、これ YouTube のコメントでも、うん、なんで青なんですかっていうコメントあったんですけど、はい、あれですよね、東洋タイヤの、うん、ブースに展示させていただくことと、うん、あとはまあカーボンパーツが入るんで、入るんで、はい、白だとありきたりすぎるじゃないですか、はい、でラッピングするんだったら、もともとこの辺の発色性の強い色とかブルーとかを探してました。あと C63 だとやっぱり黒が定番ですけど、そうですね、黒だとやっぱり小向きではちょっとカーボンパーツがないん で、はいはい、で今回たまたま見つかったこの青い、そうですね、いいっすねこの車。いや、いいと思います、はい、めちゃくちゃかっこいい。なんか想像していた通り、はい、カーボンとアルミホイルと、はい、あとはまあところどころ細かくブラックアウトしてるんですけど、はい、想像通りできたかなっていう。なるほど。ボンドショップ東京内山プロデュースなんで車はかっこいいと思います。かなり仕上がってますね。仕上がってます。じゃあこの車を今回、はい、赤彩車に乗せてお客様のもとへお届けすると。そうです。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。今回お客様は喜多方市っていうことなんで、はい、福島県喜多方市、片道300キロぐらいですか。そうですね、320キロぐらいあります、はい、じゃあとりあえずラーメンを調べればいいですか。ラーメン調べてくださいで、一応ボンドグループは東北県、はい、全部制覇してるんですよね。してるんですよ、数年前に。そう、すでに、はい、ですよね。まあ言っていただければどこまででもその写真に伺いますっていう、はい、そうです。はい、基本的には、はい、私たちが、はい、まあ、担当つくじゃないですか、はい、で納車の時は担当が、はい、お客様のところにお伺いします、はい、でお車の説明させていただいて、はい、うん、一通りご案内して、はい、よろしくお願いしますということで、はいはい、やらせていただいてます。まあ、でも仮に、はい、僕も経験してるんですけど、はい、雪とか台風で飛行機が当日欠航になっちゃって行けなくてすいませんっていうことが稀にあります、はいはい、本当に遠方だと車だけ先に送って、うん、まあ、人間がこう飛行機だったりで行ってっていうことありますからね。そうなんですよ、はい、現地でこう登録してナンバーつけてっていうのもありますし。そうです、そうです。はい、はい、でちょっと行けない最悪のことも時期的な要因、はい、季節的に、あ、なんていうんですか、天候的な要因で稀にあると。なるほど。はい、まあ、基本的には担当した方が最後までそうですね、この車させていただくと。そうです、行かせていただきます。で結構遠方の方だと、まあ、車もし万が一何かこう例えばあっちゃいけないんですけど事故とか、はい、まあ、不具合とかあった時、はい、心配だなって思う方も多いと思うんですけど、はい、まあ、それが極力ないようにお車も厳選してますし、はい、まあ、あとはその埼玉、東京、名古屋、大阪、はい、ボンドありますんで、はいはい、行っていただければ、まあ、東京で買ったお車を大阪店でメンテナンスだったりだとか、はいはい、もちろんできますんで。そうですね、はい、もういつもの通りそれをやってるので、はい、普段 の、 あれもなく
問題もなく、はいはい、何かあればぜひ何でもご相談いただければ全てで、はいはい、でうちの場合だと7品目交換やりますね、はいはい、まあ、お車のコンディションによって例えばその新興の車とかだと、うん、あの消耗品の交換も、まあ、一部になってしまう場合もあると思うんですけど、その辺要ご相談という形なんですけど、基本的には7品目、はい、オイル、はい、オイルフィルター、はい、ブレーキフルード、はい、エアエレメント、はい、あとはバッテリーですね、あバッテリー、ワイパー、うん、あとはエアコンフィルター、そうです、はい、の7品目、はい、基本的に交換させていただいてるんで、はい、まあ、消耗品の交換もバッチリ、メンテナンスもさせていただいて、はい、ご納車させていただくと、そうです、はい、まあ、あとちょっとその土さっき言ってましたけど、はい、7品目交換に関して、はい、補足させていただくであれば、はい、バッテリー交換当然するんですよ、はい、でもご承知のお客様もいると思うんですが、はい、最近のお車のリチウム、はい、バッテリーがなので、はい、基本は交換しないんですね。リチウムはしないしないんです。リチウム50万円とかする車もあるんですよ。あります。なんで、はい、その時点でうちはもう在庫としてそのバッテリーがダメな車であれば、はい、その時点で、はい、交換なり、はい、メーカーの保証を受けるなりで、あ、はい、なるほど、交換の状態にしてしまいます、はいはい、で7品目交換適用車両で、はい、リチウムのバッテリーで、はい、リチウムのバッテリーを交換する必要のないものであれば、はい、例えば他のものを交換追加でするとかっていうふうに臨機応変に考えてます、はいはい、まあ、基本的には 7品目だけれどもリチウムバッテリーだったりとか、そうですね、まあ、車のコンディションだったりとか、はい、まあ、ケースバイケースで、そうです、はい、対応させていただいてるってことですね。そうです、そうです、はい、そうお考えください、はい、その辺細かいことわからなければ、はい、都度、まあ、担当にご相談いただければ、そうですね、はい、はい、言ってもらえれば。なるほど、はい、あとは内装のクリーニングとか、うん、外装のそのクリーニングとかっていうのも、はい、まあ、基本的にその中に全部入ってますよね。そうです、はい、でプラスアルファでご希望されるお客様であれば、うん、そのコーティングとか、はいはい、まあ、その他例えばなんかレーダーつけるとかドラレコつけるとかっていったことも納車前にさせていただくことはできる、はい、最近お客様のそのご納車時のオプションでご用命が多いのは、はい、やっぱりプロテクションフィルム、あーなるほど、飛び石防止のために貼りたいねっていうお客様がとっても多いですね、はいはい、あーなるほど、元気な最高の納車日和ですね。どうかどうかだよね。あーそうですね、そう、まだ300キロ先ですから、ちなみに自走じゃ自走とか関係なくであれば、土方さん一番遠くまで納車に行ったらどこですか？僕はどこですかね。北海道もあるし九州も普通に行ってますね。宮崎、沖縄は行ってないですか？沖縄は行ってないです、はい、沖縄の納車に行くのって稀ですね。納車っていうか沖縄のお客様にご契約いただくことが稀なので、はい、あーなるほど、うん、一回沖縄でも車ってるんですけど、その時僕行かなかったんですよ。あ、そうなんですか。なぜかというと、はい、たまたまなんですけど、はい、違う人に同じ時期に沖縄に売れたんですよ。沖縄いっぺんに2台納車だった。で、2人でいなくなっちゃう、いないっていうのもあれなので、はい、東京店人が少なかった時なので、はい、で、もう一人の担当に、はい、じゃあ一泊2日で2台納車してきてって車事情がちょっとよくわかんないですけど、そうなんですよ。沖縄の人に話すると、はい、聞くとやっぱりベンツとフォルクスワーゲンとアウディ、はい、が多いんですか？そう、それ以外だとやっぱりこうメンテナンスが大変なんで。ああそうなんですよね。そう、結局ちょっとその島というかになっちゃうと、そうなんです、ね、後々のことも考えないとな。でも一番これ本当の話なんですけど、はい、一番すごいなと思ったのが、はい、2台収めた、先ほどの話の2台収めたうちの1台がベントレーだったんですけど、はい、その人は、はい、定期点検のために陸送屋さんにお願いして、はい、東京のディーラーまで入れてました。もう雪がちょっと、そうですね、この先なんか100キロぐらい先でチェーン規制が、雪のためチェーン規制がなんて言ってるんで、寒い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 、少しで郡山ですか？もう少しです。郡山、はい、あと25キロ。ここに来てめっちゃ雲行きが怪しくなってまいりました。途中吹雪いたりしましたね。さあ路面も結構濡れてるんですね。そう、うわー全然違いますね。
さっきまでの晴天が嘘みたいです。ただいま磐越入って一番最初のサービスエリアでございます。あと少しっていう感じです。問題ないか確認して、大丈夫そうです。途中電気心配だったんですけど、まあまあなんとか、さっきの大雪の嘘のように、はい、通り過ぎたら大丈夫そうですね。すげー積もってますよ、バンダイ高原、これバンダイ山だよ。あ、これバンダイ山だ。そうそうなんですか。そうだよ、ただいま最寄りの出口を降りまして、これから下道でお客様のところへ向かいます。でも相変わらず風がちょっと強いね。そうですね、風強いですね今日。うわ、すごいっすね。尋常じゃないでしょ。超いっぱいありますね。すごい。盛り上げちゃう。見ましょうか、ここ。ちょっと盛り上げちゃわない方がいいっすね。ギリギリ多分入れると思います。ライライ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 。お客様の元へ無事到着いたしました。ちょっとプライバシーの関係で全部モザイクになっちゃうと思うんですけど、はい、非常にのどかで、はい、いい感じの場所でございます、はい、ここをフルマンソリー、通称フルマンが走ると思うとワクワクしちゃいます、はい、でこれからちょっとお客様に、お車の説明させていただいて、ご納車させていただきます。でこれ渡しておきます、はいはい、あ、おまけでついてきちゃいました、はい、で、これスペアキーですね。今回のお客様はもともとメルセデスオーナーなので、まあ、簡単にお車の使用、使い方をご説明させていただいております。ブレーキ乗りますか。あとはホイール、ホイールをこっち置くちゃって大丈夫です、はい、ノーマルホイール、あ、ホイールあるんですか。ホイール確かあると思います。うん、あ、いいですよ。はい、使えますもんね。はい、あとここまでで何かありますか。これもともとのグリルですね。パンク修理機、最近何もないですけどね、工具とかも昔に比べて。よいしょでバッチリですか。バッチリです。
バッチリです。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お仕事中に。じゃあこの度ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日は。ありがとうございます。何かあれば。はい。途中すげえ吹雪いてましたよ。あ、とりあえず、あ、ごめんなさい。車検証入れの中に、ETC セットアップ済みの機械も入ってます。はい。と、あとは、ガソリンは満タンにしてありますんで、しばらく大丈夫です。じゃあ、これにて失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。じゃあ、いざ。あ、聞かなかった。聞いてくる。はい。ラーメン屋さん。聞いてきます。イケてるラーメン屋教えてくださいっつって。しっかりラーメン屋さんの場所は聞くっていう。はい。大して車の説明しないくせに。いや、でもメルセデスもともと乗られてた方なんで。そうですね。まあ基本はまあ一緒ですから、ね。熟知されてるんですよ。はい。はい、で追加になった装備部分のところだけ、はい、お話するとすぐ納得しちゃうんで、いやありがたいです。そうですね、はい、そしてあんまり僕らが褒めちゃうとあれですけど自画自賛になっちゃいますけど、はい、フルマン C クラスかっこいいっすね。やっぱりめっちゃかっこいいっす。かっこいいっすね。さんめっちゃかっこいいっすね車。ありがとうございます。失礼します。めっちゃかっこいいっすね。かっこいいっす。そしてオーナーさんお若いっすね。そう、優しいし、はい、すごくいい人なんですよ。いやあの感じでフルマン C クラス乗せたらかっこいいっすね。超かっこいいと思います。 いっすね。いや今日ははい、お仕事の、はい、途中で話していただいたんであれなんですけど、はい、普段私服でお会いすると、はい、とてもこうイケてる。ああなるほど、はい、イケメン、僕と同じぐらいのイケメン、はいはいはい、今日お仕事モードだったわけですね。今日は仕事モードだったんですよ。なるほど、はあ、で僕と同じぐらいのイケメンなんですよ。わかります。そうですね、はい、ちょっとしつこいんですよ、はいはい、相当なイケメンじゃないですか。じゃあ相当です、はい、いやじゃあ教えてもらった市内の方に向かって。いやこれ編集大変そうだな。モザイクだらけになっちゃう。そうだよね。頑張ってまあまあまあフルモザイクで、はいはい、大丈夫です。お客様に迷惑のかからないように編集して。そうですね、はい、というわけでこんな感じでボンドグループご制服いただいたお車をご納車させていただいております。はい、全国各地、はい、はい、納車費用をいただいてますよね。はい、いただいてますですよね。はい、さすがに沖縄とかだとまあまあな経費かかりますんで、はい、納車費用いただいてますけれども、全国、北は北海道、南は九州まで、あ、九州じゃない、南は沖縄まで、はい、全国ご納車に伺いますんで、はいはい、ぜひともボンドグループをよろしくお願いいたします。はい、じゃあ頑張って帰りましょう、日比谷さん。帰りましょう、頑張って、はいはい、とりあえずラーメンですね。とりあえずラーメン、はい、最後までご視聴ありがとうございました。